場所からもうこんなにポスターがある。ますます考案者2人の正体に興味が湧いてきたぞ。そうね、でも情報がとても少ないからみんな彼たちに対する憶測がどんどん止まらなくなってるの。この2人は知恵の神の啓示を授かったという人もいれば、そもそも考案者なんて存在しないなんていう人もいる。そうだ、君たち召喚王っていう本は読んだことある？そっか。ワニの王に憑依された不思議な少年が伝説のプレイヤーになる物語なんだけど、これがとても面白くてここに来る前に私も読んでみたの。召喚王の作者が物語に登場する少年プレイヤーで、七星召喚を考案したのは伝説のワニの王とトキの王っていう考察まで飛び交っててね。どんどんありえない方向に行ってないか？そうね、だから原作者もすぐにそれを否定したわ。でも人々の議論はより激しくなって、本の販売速度はさらに勢いを増していった。だから七星召喚がテイワットで大流行したのは娯楽小説召喚王のおかげでもあるのは否定できないわ。見てこの景色、まるでお祭りみたいじゃない？これで本がまたたくさん売れるでしょうね。ああ、これはきっとあの狐女の仕業だろうな。狐女？八重巫女っていう八重堂の編集長のことだぞ。巫女ならきっと油揚げを食べながら手下に、この君、娯楽小説の売り上げを伸ばそうとか言ってると思うぜ。ああ、そういう場面なら私もよく知ってるよ。油揚げをコーヒーに、娯楽小説を新聞に置き換えたらだけど。どうやらどこの上司も同じみたいだな。地域によって景色もそれぞれ違うんだね。こうして外を回れて得した気分だわ。お前は前向きだな。不当な扱いを受けたってのに。あれ、あそこに立ってるのって、あ、エイだ。旅人さんにパイモン、またお会いしましたね。こちらのお姉さんは？おう、紹介するぜ。あれ、なんかおいらここ数日ずっと人を紹介する役をやってるな。こいつはシャルロット、フォンテーヌから来た記者だ。こっちはエイ、稲妻の神なんだ。御嶽鳴る神主の御子と大御所様ですか？お初にお目にかかります。先ほどは失礼いたしました。遠方よりいらしたお客様までそうかしこまる必要はありませんよ。かしこまりました。あ、いや、わかりました。ふう、君たちの知り合いってみんなとんでもない大物ばかりね。私はミコンに誘われ市場や娯楽の雰囲気を感じに来たのです。皆さんと何ら変わりありませんよ。おお、その気持ちよくわかるぞ。会場は賑やかだし、美味しいもんもいっぱいあるからだろ。皆さん会話が盛り上がっているようですので、私はこの辺で失礼します。前みたいにまた後で合流しよう。そっか、じゃあまた後でな。もしかして私の身分があの子を怖がらせてしまったのでしょうか？そんなことないと思うぞ。オイラたち前も手分けして情報を集めてたからな。エイも七星召喚が好きなのか？選手たちの試合を見てるとハラハラドキドキするよな。実は私も参加者の一人なのです。うえエイが？どうしてそう驚いているのでしょうか？
筆を使って遊ぶことは昔からあるもの。今の筆遊びがどのようになっているのか私も気になります。ええ、準決勝まで進出しました。準決勝すごいな。それじゃあ決勝戦まで。残念ながら私はそこで敗退してしまったのです。そのこやつは準決勝でわらわに負けたからの、本当に惨めじゃった。まさに乾杯と言えよう。先ほどまでの話、わらわも全部聞かせてもらったぞ。ちょっとした小細工に翻弄されただけです。小細工の何がいけないのじゃ。規則の範囲内での小細工は全て知恵の表れじゃぞ。誰かさんがいつも天使閣に引きこもっておるから、それを身につける機会がないのではないか。この二人本当に仲がいいんだな。あなたの言う通りです。もっと外に出るべきですね。今の稲妻は治世されており、昔とは随分変わりました。しかし一部の人の天候に対する恐怖心は今も変わっていません。いくつかの試合で相手が突然手を震わせ始め、カードを出すのをためらっていました。今思えば彼らは勝負を決める一手を打つのが怖かったのかもしれませんね。まったく、他の者は試合に負けて悔しさからうつむいたり地団駄を踏んだりしておるのに、勝ちを手にした汝がここでしょぼくれておるとはの。汝を城の外に呼び出したのは札遊びを純粋に楽しんでもらうためじゃ。まあよい、汝のその癖はわらわも知っておる。わらわがどうやって小細工をどうしてあの渡墨島の荒人神の巫女に勝つか、素直に見習った方がよいぞ。え、決勝戦の相手ってここみなのか。片方はかつて共に戦った渡墨島の指導者、もう片方は英知と美貌を兼ね備えた八重巫女様。わっぱよ、どっちを応援する。いい度胸じゃ。わらわと絵を前にしてよくぞそんなことが言えたの。わらわたちのどっちがより早く雷を落とすか見てみたいのじゃな。ミコ、旅人さんを困らせないでください。もちろん分かっておるぞ。わっぱの反応を見てみたかっただけじゃ。会場はすぐそこじゃ。先に見に行ってくるとよい。決勝戦の相手によろしく伝えておいてくれ。おい、ダチコ、チビスケ。あ、虫使い野郎。こんな人の多いところでオイラをチビスケって呼ぶなよ。この荒滝天下札遊び第一イットが七星召喚の大会に参加しないわけにはいかねえだろ。俺ら荒滝派は大会の賞金を全て手に入れるために全員で参加してんだ。でも予選で落ちてしまったのは親分だけだ。そんなことはどうだっていいんだよ。俺様はたまたまついてなくて一回戦で強い相手と当たっちまっただけだ。それにその相手とは一進一退の攻防を繰り広げたんだぜ。たった3ラウンドで相手に倒されたの一進一退の攻防とは言えない。おい忍、ダチ公の前なんだ、もう少し俺様のメンツってもう考えろよ。お前だってあのなんとかの宮とか、なんとか宮に負けちまっただろ。あの人は渡墨島の軍師だからね。私は素直に負けを認めているよ。実は俺様前々から
観察してきてあることに気づいたんだ。ズバリ札遊びで強くなるにはカードの裏面が綺麗でなくちゃならねえってな。俺様が負けちまったってのだってカードの裏面が平凡すぎたせいだ。カードの裏面の模様とプレイヤーの腕前に関係なんてないと思うぞ。いや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 、ちびすけ、お前は分かってねえな。強い鬼カブトムシの背中が色鮮やかなのと同じように、カードの裏面が綺麗なほど俺様の引く手札だってもっと強くなるはずだ。親分、札遊びは虫相撲とは違う。勝つには本人の腕が必要だ。おめえらに説明しても拉致が明かねえ。ここはダチ公に判断してもらおう。おお、それだ、いい考えだな。こうしよう。忍ぶ、お前のカードを貸してくれ。お前のカードの裏面は色が鮮やかだからな。いや、でも旅人のカードの裏面もきっと普通じゃねえ。綺麗さで劣る可能性だってある。そうだ、お前は俺様のカードを使ってくれ。あのさ、親分が組んだあのデッキじゃ誰が使っても勝てないと思うけど。つべこべ言うなっての。どちこ、今時間あるか。よし、さすがダチコ、ギリがたいやつだぜ。ああ、わかった。なら私が審判をやろう。二人とも気を楽にしてくれ。大した対戦じゃないから勝ち負けはどうだっていい。おめえら聞こえたか。俺様のカードが風の中で雄たけびを上げてやがる。それは私のカードだ。ダチコよ、痛快な対戦と行こうぜ。親分の稽古に行くのか。牽引全票。俺が行く。
律令。具現化せよ。ふむ、あこ、こんなの大した子だね。心得た。剣を入れよ。親分、そろそろ負けそうだよ。あ、慌てるな。見てろよ、この新たキット。今から九死に一生を得てやるぜ。それを言うなら起死回生だろ。
ダチコよ、俺様の必殺技を受けてみな。頼むよ、これアンバー。妖魔の大使はまだ。これこそが俺様の実力だ。私のデッキの実力だろ。行け。俺のルピッカ。レンジャーにならないと。そういえば二人は何か用事でもあったんじゃないか。オイラたち、ここみに挨拶したいんだけど、どこにいるか見なかったか。ああ、あらたち天下バカイットが言ってたなんとかみやのなんとかみのことだぞ。こんなちびすけ。これから彼女の試合だから、あまり遠くには行っていないと思うが、そこにいる九条サラさんに聞いてみるといい。会場の秩序と人員の出入りは全部天領奉行の人が管理しているから。おいダチコ、また札遊びをやりたくなったらいつでも声をかけてくれ。サラ、オイラたちここみを探してるんだけど、どこにいるか見なかったか。先ほどの準決勝の後、会場の外に出ていくところを見たが、それから戻ってきてはいないな。三五宮様なら離島の西にある海岸に行ったはずだ。ゴロ、久しぶりだな。ああ、久しぶりだな、二人とも。何か用事でもあるのか。いや、ただ挨拶に来ただけだぞ。そういえば決勝戦で戦う相手はかなり手強いようだな。サラはどっちを応援するんだ。私は全力で将軍様を応援するつもりでいたが、将軍様の戦いはもうすでに終わってしまったからな。正直私はどちらでもいい。あれ、てっきりミコを応援するのかと思ったぜ。昔であればそうだったかもな。だが鳴上島と渡津美島が友好関係を結んだ今、皆が友人だ。ああ、三五宮様もそのように考えてる。友人と札遊びをするのは勝ち負けを争うためではなく、技を磨き合ったり楽しさを分かち合ったりするためだったな。この先の稲妻もそうであってほしいと三五宮様はそう願ってるんだ。ああ、立派な考えだな。三五宮の対戦相手は人を欺くのを得意とする。もし相手が浮かない表情を見せても決して油断してはならない。それは罠に誘い込むための演技かもしれないからな。かつて戦場で睨み合ってた大将が今は互いに気遣い合ってるなんて、いい感じだな。誤解するな。
これは公平を期すためだ。参加者の名簿であの軍師の名前を見た時から私は察していた。彼女が決勝戦に進出し将軍様の相手になる可能性が高いとな。故に私は彼女の試合を全て見たのだ。あの軍師は多様な戦術を用い奇策を弄するのも得意であった。だが将軍様が敗退した今、これらの情報は宮司様の耳にも入っているだろう。おお、つまりここみには情報不足を理由に負けてほしくないってことか。この生真面目さ、さすがサラって感じだな。九条さん、忠告ありがとう。三五宮様に伝えておくよ。いや、気にするな。そろそろ時間だ。あの軍師を呼び戻した方がいい。ああ、では先に失礼させてもらう。ココミー、パイモンさん、それに旅人さんも。ひひ、驚いたか。オイラたち、お前を応援しに来たんだ。ココミはここで何してるんだ。海を見てたのか。ええ、心地よい波の音を聞くと心を落ち着かせることができますから。それに渡積島を見ようと思いまして。ん、ここから渡積島が見えるのか。うん、どれどれ。どうです、見えましたか。あそこは神奈塚で、もっと遠くにあるのが八潮島。見えないぞ。このように晴れた日でも鳴上島からは遠くにある渡積島が見えません。ましてや雷や嵐が存在していた頃であればもっとです。今双方は友好関係を結びましたが、戦争の暗雲はまだ一部の人の心に残っています。知人同士の喧嘩でも相手を許すのには時間がかかるもの。お互いに眺めても見えない相手であればなおさらですね。ここみ、あ、ごめんなさい、なんだか真面目な話をしてしまいましたね。はい、私のことをよくわかっていますね。あ、どういう意味だ。最も重要なのは勝ち負けではない。重要なのは三五宮様が人々の注目の中ここに札遊びをしに来たという行動の方だ。ええ、これからより多くの人たちが渡積島と鳴上島の間を行き来するでしょう。私が伝えたいのは、たとえ信仰している神が違えど、皆さんはもう同じ卓で札を持って遊ぶことのできる中、これからは助け合うべきだと。ただこれだけです。これもある意味札で恨みを払うと言えるかもしれませんね。その表現とても素敵ですね。それに私は兵学や策略を好んで学んでいます。策略を競い合う札遊びに私が参加しないわけにはいきませんでしょ。ひひ、じゃあ自分が楽しむためでもあるんだな。2割ほどはそうですね。けどあの狐女には気をつけた方がいいぞ。あいつは人を欺くのが得意だってサラもそう注意してたからな。札で恨みを払うという考えを持っているのは三五宮様だけではないと思いますよ。あの大将も似たようなことを言っていました。そうですか、それは何よりです。パイモンさん、ご安心ください。七星召喚の対局において私はあらゆる状況への対策をすでに講じています。おお、ますます楽しみになってきたぞ。よし、この試合オイラ何が何でも見るぞ。何があってもオイラは離れない。たとえ屋台から漂ってくる食べ物の香りでもな。はい、ありがとうございます。
それでは行きましょうか。稲妻の神、その意向を頼りに準決勝進出。狡猾な笑みを浮かべる対戦相手。ああ、いい見出しだね。稲妻の雷ってフォンテーヌまで届いたりしないよね。あの雷神様はそんなことで怒らないはずだよ。あれ、なんでお前たちが話してるんだ。いや、それよりなんでオイラたちまたキララと遭遇してるんだよ。奇遇だよね。この前会ったばっかりなのに。私は離島にいる人に一通りインタビューしたんだけど、カード回答に関する情報は何もなくって。そしたらちょうどキララに出会ってね。彼女と話してたら君たちと知り合いだって言うから。カード回答？おう、実は。なるほど、その事件の真相ならおおよその見当がつけられそうです。え、もう分かったのか。一言では説明できませんし、決勝戦がもうすぐ始まります。そうですね。ではこれだけ言っておきましょう。今回の事件の肝心な手がかりはキララさんにあります。あ、ちょっと待ってよ。私に。私もキララと話してて少し思ったことがあるのよね。詳しく話している時間はありませんので、すみませんが残りは試合が終わってからにしましょう。どういうことだ。おいら混乱してきたぞ。ココミに経緯を説明したのはおいらなのに、どこで真相が分かったのか全く意味不明だぞ。おいら、まさか本当にスミレウリみたいにバカなんじゃないよな。ねえ、分かったぞ。観客の皆さん、召喚王グランプリの決勝戦へようこそ。決勝は鳴神大社の宮司八重巫女さんと、渡津見島の荒人神の巫女三五宮ここみさんの対戦となります。それではこれより試合を開始します。よし、始まったぞ。まずは双方先手と後手を決めます。ゴーもゆっくり登場するとは。海底を散歩していて迷子にでもなったのかと心配したぞ。深海牛の下さん、やっと丘に上がれてさぞかし大変じゃろう。先手は何時に譲ってやってもよいぞ。いえ、遠慮しておきます。コンコン油揚げは冷めるのが早いと聞きました。熱いうちに提供しないと冷たい上に油っこくなってしまうかもしれませんよ。第一ラウンド開始。決勝戦の勝者は渡津見島の荒人神の巫女三五宮ココミさん。おお、ココミが勝ったぞ。はあ、まさかあの陽子様が。試合を見てたら尻尾の毛が逆立ってきちゃった。皆さん、お待たせしました。ええ、ありがとうございます。ココミ、さっきは緊張のあまりオイラまで汗をかいちゃったぞ。巫女ってば本当に狡猾だよな。困ったふりしてココミにカードを1枚倒させた後、そこからあいつがそれを前提としたカードを連続で2枚も使うなんて、危うく逆転されるところだったぞ。おや、ここは賑やかじゃの。わらわに内緒で何やら愉快なことでも話しておるのか。おいら何も言ってないからな。巫女が負けて
本当に残念だったって言ってたんだ。何が残念なのじゃ。たった一度の勝負じゃろう。それに次は誰が勝つのかはまだわからぬ。どうじゃ深海牛の下さん、もう一曲やらぬか。コンコン油揚げさんが望むのなら付き合いますよ。ただ旅人さんのお困りごとで私が解決しないといけない謎が残っているんです。そうか、ではわらわは先に行くとしよう。ちょうど五郎もおるようじゃしな。あのふわふわした耳をずいぶん久しいこと見ていなかったからの。では先ほどの話に戻りましょう。キララさん、あなたはここ数日各国で荷物を配達しているそうですよね。うん、最近荷物が結構多くて、でもそれが怪盗の手がかりと何の関係があるの？おかしいのよね。キララが向かうところは私たちが追ってる怪盗と全く同じ場所なの。そう、そこが肝です。もしかしてキララが怪盗なのか？でたらめ言わないでよ。私はただの配達員。善人に濡れ衣を着せないで、いや、いい妖怪に濡れ衣を着せないで。二人ともそう慌てる必要はありません。私が言いたいのはそういう意味ではありませんから。キララさん、ここ数日預かった荷物の中に差出人が同じ、もしくは届け先が同じ荷物はありますか？差出人はどれも違うけど、各地域から届け先の同じ荷物があるのは確かだね。本当か？届け先はどこなんだ？それは具体的な場所は言えないけど、スメールのある場所ってことだけは教えられるよ。その荷物はどれもとても軽くて、大きさもせいぜい封筒程度のものではありませんか？君、もしかして予知夢を見られる大妖怪なの？前におばあちゃんの膝の上で寝てた時に聞いたことあるけど。私は渡墨島の荒人神の巫女で、普段は小説と兵法書を読むのが好きなだけの人間ですよ。どうです、これを聞いて私と同じ答えにたどり着けますか？私たちは怪盗の痕跡を追って稲妻に来た。各地域にはスメールへの荷物が一個ある。どれもとても軽くて、サイズもせいぜい封筒程度。旅の途中でキララは何度も私たちと出くわした。いや、これは、いや、これは事件の答え、いや、これは、いや、いや、怪盗はコマニアを利用してに、怪盗はコマニアを利、多分それは七星召喚のカードのはず。これ以上の手がかりは得られ、
これ以上の手がかりは得られない。キララが持ってる荷物は宝箱。ええ、とても完璧な答えですね。うえ、オイラたちがこれまで追ってた怪盗の集めたカードの裏面がずっとオイラたちの目の前にあったってことか。でもまだ疑問は残ってるわ。キララがモンドで荷物を受け取った後に私たちは怪盗に会ったの。だから時系列が合わないのよね。それについては私はこう考えています。怪盗は一人だけではないのでしょう。ええ、あなたたちが追っているのは怪盗団のうちの一人のはずです。おそらく他のメンバーが一歩先にカードの裏面を集めてまとめて送ったのでしょう。そう考えるとたくさんの国でこれだけのカードの裏面を集めるのって確かに一人ではとてもできない仕事ね。でもオイラたちが追ってるやつはなんでコマニアのサービスを利用しなかったんだ。手間取ってしまい組織が決めた納期に間に合わなかったとか、そういった理由かと思います。あなたたちの話によればその人が窃盗を働いたのは一度だけで、しかも人に見られていました。それからは取引や賭けといった方法でカードの裏面を手に入れています。その人は窃盗が苦手なのかもしれませんね。コマニアに支払うはずだった手数料も取引の資金に使われたのでしょう。でもそうなると新しい問題があるのよね。なんで他の人は自分でカードをスメールまで持ち帰らないの。怪盗たちにどうしてもその地域に残らないといけない理由があるなら別だけど。ええ、それについては私もまだはっきりと分かっていません。怪盗団の目的は一体何なのでしょう。そのカードの裏面には一体どんな秘密が隠されているのでしょうか。おそらくそのカードの裏面を自分の目で見てみないことにはわからないでしょうね。君たち何するつもり。そんな目で私を見ないで。お客様の荷物だよ。私は絶対に開けないから。もし会社にバレたら私クビになっちゃうよ。稲妻の人里離れた山に戻って太陽会なんかしたくない。もちろんキララさんを困らせるつもりはありません。こうなった以上皆さんいっそのことキララさんと一緒にスメールに行くのはどうでしょうか。そうだな。オイラたち無理に情報を聞こうなんてしないぞ。それにもし相手が悪いやつだったらキララが危険にさらされるだろう。一緒に行けば旅人がお前を守ってやれるぞ。私も喧嘩は得意だよ。この仕事について以来荷物を奪われたことが一度もないの。私をいいかもだと思って寄ってくるやつらを全員返り討ちにしてるんだから。ちょっと考えさせて。わかった。一緒にスメールに荷物を届けに行くのはいいけど、でも条件があるの。君たちは離れた場所で隠れててくれる？絶対にお客様に見られないように。人を連れて荷物を届けに行くのはおかしいでしょ。うん、わかった。約束するぞ。それにたとえお客様が本当に物を盗んでいて悪い人でも、その時は現地の衛兵に渡して解決してもらうこと。じゃあ次の目的地はスメールだ。今回は本当にたくさんの場所を歩いてるな。うまくいくよう祈っています。この謎の答えは今度会った時に教えてくださいね。この近くなんだよな。こっからどこに行けばいいんだ。もう少し砂漠の方へ歩けば着くよ。そう遠くはないと思う。やっぱり衛兵を一人連れて行った方がいいんじゃない。もし相手が悪者だったら衛兵に対処してもらえるし。
それもそうだな。おお、えへえへえ。あれってセノじゃないか。セノ。久しぶりだな。キャラバン宿駅に何か用でもあるのか。パイモン、お客様の情報は。ああ、心配いらないぜ。こいつはセノって言って、スメールの大マハマトラなんだ。マハマトラたちのトップで、犯罪行為には容赦ないんだぜ。そんなすごい方とお知り合いだったの？はあ、キララ、こんなの大したことないって。ここまで一緒だったから、私はもう慣れちゃったわ。セノ、この後は時間はあるか？それとも、お前も七星召喚の試合に参加するのか？試合？それならもう終わった。え？じゃあ。すでに召喚王の称号を手に入れた。肝心な場面で禁忌の一手を使ってあのカードを引いてな。この話はまた今度にしよう。時間ならあるが、どうかしたのか？それが。ああ、もう何回このことを話したのかわからないぜ。喉が渇いてきたぞ。同行してもいいだろう。ファイモンの言うように、規則を保ち、悪しき罪を裁くのが俺の仕事だからな。キララはどう思う？いいよ。でも荷物を渡すときは遠くに隠れててね。そのお客様がすごく怪しいのはわかるけど、決定的な証拠がない限り、お客様はお客様だから。わかった、約束するぜ。でも距離が離れてたら、君たちが何を話してるかわからないでしょ。もし不測の事態にあったら、どうやってそれを知らせるの？それは大丈夫。その時になったら私の尻尾を見て。尻尾？どっちの尻尾を見ればいいんだ？もちろん2本ともだよ。お客様に荷物の中身を確認してもらう方法は私が考えるから。もし相手が普通のお客様で、荷物の中身もカードの裏面じゃなかったら、尻尾を2本とも下に下ろす。その時は手を出さないで。もし相手が本当に怪盗だったら。地面に這いつくばるのか？え？それはどうして？彼女は妖怪なのだろう。妖怪が倒れれば怪盗、つまり怪盗を意味する。そんな恥ずかしいことはやだよ。いくらなんでも変だって。そうか、なら尻尾で自分の背中を叩くといい。それはまたどうして？簡単な話だ。体の背面、つまり裏側を叩く。裏面。言葉の創作でライバルに会うなんて初めてだわ。瀬野さん、記事の見出しを決める副業とかに興味はない？よくこいつのユーモアセンスを評価できるな。あ、これ以上話してたら配達時間に遅れちゃう。いい？もし相手が怪盗だったら、尻尾の一つを高く上げて、もう一つを低く下ろすから、すぐに駆けつけてその人を捕まえてね。本当に這いつくばらないのか？嫌に決まってるでしょ。一つ目の烈焰花、着いたよ。建物なんて一つも見当たらないぞ。多分直接ここで受け取りたいのかも。こういうことは前にもあったんだ。まだ時間はあるから、今のうちにどこか場所を見つけて隠れてて。
いい？私の尻尾を見て判断してね。ここにしよう。目立たない地形で視野も悪くない。オイラ絶対にその受け取り人が怪しいと思うんだ。こんな場所で会うなんて変だぞ。ああ、俺もそう思う。だが彼女の会社の評判がかかっている以上、ここは彼女の奥歯に頼るとしよう。ほう、うん、どうした？つまり尻尾の。おわかってるから。あ、見ろ、本当に誰か来たぞ。お前がコマニアの配達員か。はい、デデババ様でお間違いないでしょうか。ブーツは？お荷物ならこちらです。どうぞお受け取りください。念のため中身の確認をおすすめします。ここ数日、悪路や気候の変動が激しい場所へ行くことが多く、中身に影響している可能性も。必要ない。中身は見てないだろうな。もちろんです。そのような行為を我が社では明確に禁じられていますので。ですが重要なものでしたらやはり確認した方がいいかと。もし損傷している場合すぐに弁償させていただきます。しつこいぞ。不要だと言ってるだろう。ボス、配達員は一人だけですぜ。いっさなかた。おいお前、今日は一人で来たのか。そうですよ。配達は大勢でやるようなことではないので。まずい、私嘘が下手だったにゃ。嘘をついたら尻尾が上下に動いちゃう。あ、合図を出してるぞ。おい、言ってたのと全然違うじゃないか。ああ、そうでした。実は今回はちょうど私が勤めてから100回目の配達で、記念的な意味合いがありまして、もし何を届けたのか分かったら嬉しいなーなんて。尻尾の揺れがますます激しくなったぞ。おいおい、言っていいのかダメなのかどっちなんだよ。ずっと王を交差させているな。どっちを指すのかはっきりしてほしいものだが、まさか終わり方がわからないとでも言いたいのか。いくらなんでも強引すぎるぞ。尻尾でそんな多くの情報を伝えられるわけないだろう。やはり何かがおかしいな。お嬢さんのこの荷物に対する関心はいくらなんでも度が過ぎる。こちらにも責任というものが。本当に確認しないので。ボス、やっちまいやしょ。こんな偏僻な場所を誰にも見られやしやせん。ではお手数ですが、五つ星の評価を。お前を埋める手数ならかけてやるさ。うわぁ、武器を取り出したぞ。もう考える必要もないだろう。今すぐキララを助けに行こう。ボス、新手だ。それがどうした。かかれ。
バハマトラセノ。セノだって。見切りました。ガンザン発揮。裁きの雷槌。剣女盤石。キララ、怪我はないか？大丈夫、平気だよ。まさかこんなところで。後悔しても遅い。言っておくが、俺は無意味な弁解を聞くつもりはない。分かってました。ダインバハマトラシェノ様、気を失うようなことだけはどうかどうかご慈悲を。それはお前たち次第だ。言います、何でも言いますから。荷物の中身は各地から収集した七星召喚のカードの裏面です。裏に宝箱の模様が書かれてるやつか。そうです、よくご存知で。俺たちはただの放蕩団に過ぎません。最近コソ泥だけじゃ満足できなくなったやつが一発でかいのをやろうって。その、いえ、天地を揺るがすような国をまたいだ計画です。国をまたいだ計画？様々な国で大事なお宝を同時に盗むんです。そうすれば俺たち放蕩団こそが一番優れた国際組織だってことを全ての者に知らしめることができる。今はもうありえませんが。でもそれとカードの裏面に何の関係があるんだよ。我々に課せられた難題、この壮大な計画をどうやって全ての放蕩団に伝達するか、それに関係しています。その時誰かが言ったんです。最近七星召喚というゲームが流行ってるから、そのカードを媒介にすればガサ入れを回避できるんじゃないかって。つまりお前たちが自分で刷ったものだったのか。ええ、放蕩団なら宝箱を見ればやることは一つ、つまりすぐに埋めて誰にも取られないようにすることです。そしてこの修正を今回のカードの件で利用すれば。おい、これ以上言ったら俺たち全員の計画が。どうやら自分たちの命よりいずれ失敗する計画の方が大事らしい。言いますから。土か砂に水を少し加えてこの上に敷きます。少し経ってからそれを拭い去れば、こうなります。放蕩団にいる全ての兄弟たちよ、ついに大仕事をやる時が来た。己のナイフを手に取り、自らの顔を隠し、そしてできれば打獣を連れて、あ、他の地域に打獣がいない場合は。おいおい、なんか無駄な情報までたくさん書かれてないか。無駄とは何ですか。これも全て結構に向けてみんなを招集するためです。行動日時と計画内容は最後の方にあります。どれどれ。あ、本当だ。ふむふむ、客観的に言えば伝達方法は結構創意工夫がされてるみたいね。でもどうしてそれを回収しようとしてるの。メンバーが七星召喚にハマっちゃったんですよ。計画通りにことを運ぶだけでいいのに、誘惑に負けてカードゲームに没頭して、しかも自慢げにカードの裏面を見せびらかしながら。それだけじゃない、挙句の果てには他人に負けてカードの裏面を明け渡してしまう始末。
それで計画が露見することを恐れ、巷に流れてしまったカードの裏面を慌てて回収しようとしたってわけね。この度回収したのは巷に流れたものだけじゃなく、宝箱が描かれた全てのカードの裏面です。我々は計画がすでに漏れていることを恐れました。だからもう一度すり直して行動日時を変えてからまた行き渡らせようとしたんです。万全を期すためにわざわざ資金を調達して、最も安全で時間に正確なコマニアまで雇って。え、あ、ありがとうございます。つまり差出人が現地にとどまったのは、その後も引き続き行動するためってことね。そう考えるとカードの裏面を取られた人が報道団に出くわしたって話も納得がいくわ。そっか、報道団がたくさん現れたのは口封じをするためだったんだな。知ってることは全部話しました。瀬野様、これに免じてどうか寛大な処置を。お前たちにはおのずと審判が待ち受けている。無駄口は叩かず俺についてこい。ひとまず犯人の身柄は拘束した。後でスメールシティまで応送する。俺は責務を果たしたまで。これは皆のおかげだ。仕事モードに入ると瀬野さんってまるで別人になるのね。それでは縁があったらまた会おう。あ、少々お待ちを。スメールエリアのチャンピオンにインタビューしたいんですが。いいだろう。ごほん。瀬野さんは今回の試合について何かを思うことはありますか？それか今回の事件に対する感想でも。七星召喚は優れたカードゲームだ。まさに芸術と言えるだろう。これのおかげで人々は出会い、互いを知り、決闘の楽しさを味わうことができた。俺はこれがもたらす喜びを全ての人々に知ってもらいたい。今回の取材の終わりを飾れるような素晴らしいコメントですね。だからもし私利私欲でこのゲームを汚そうとする不届き者がいれば、どこにいようと、どこへ逃げようと、必ずやこの俺が裁きの雷を下す。おお、わかりました。落ち着いてください。ふむふむ。カードの中に埋もれし宝、召喚の下に隠されし、おお、いいですね。この二人結構話が合うな。他に用がないなら俺は失礼する。他の人々にも怪盗団ならぬ報盗団の計画に気をつけるよう伝えねばな。ああ、必ず。結局怪盗団は報盗団だったのか。なんだかがっかりだぜ。てっきりカードの裏面に何かとんでもないお宝の手がかりがあるのかと思ったぞ。まあまあ、いい方に考えれば国際的な大事件を私たちが解決したってことでしょ。これで独占記事の素材に困らないわ。うん、心残りがあるとしたら七星召喚を考案した謎の二人に会えなかったことだな。みんな七星召喚が大好きなんだね。それなら実はまだ一つ特殊な配達が残ってるんだけど、みんなで一緒に行かない？七星召喚と関係があるのか？うん、そうだよ。行ったらわかるから。瀬野さんが仕事で忙しくなかったら一緒に誘うつもりだったんだけどね。本当にいいの？
この前言ってたじゃない、お客様の情報は。ああ、今回のは大丈夫なの。その、これは会社から手配された仕事とかじゃないから。この荷物はもう長い間ずっと会社に置かれてたの。理由は受け取り人が見つからないから。近所の人たちさえ受け取り人がどこに行ったのか知らないの。それってつまり迷子の荷物ってことか？うん。それで先月保管期間が過ぎたから処分されそうになったんだ。差出人に送り返すことはできないの？その差出人はもう亡くなってるの。そんな。うん。だからこの荷物が届かなかったら差出人も受け取り人もすっごく悲しむと思う。だから私、勝手だけど暇な時間を使ってスメールを聞いて回ったんだ。それでようやくその人の行き先とその人の過去の話を聞けたの。おお、すごいな。で、結局誰だったんだ？それはね、私についてきたらわかるから。それに向こうもきっと七星召喚をこんなにも愛してる君たちを必要としてると思うんだ。なかなか良さそうな題材ね。うん、私も行くわ。オイラもすごく気になるぞ。旅人、お前も行くよな。うん。じゃあ私と一緒にビマラ村まで行こう。手がかりはビマラ村を指してる。具体的にどの家なのかはわからないけど、とりあえずどこか立ち寄って聞いてみよう。その人って何か特徴とかないのか？名前はガルビビダム、教練院の学者だよ。ガルビビダムか。よし、覚えたぜ。こんにちは。ガルビビダムって人がどこに住んでるか知らないか？いえ、この辺では聞いたことありませんね。そいつは教練院の学者なんだけど。学者はここにもいますが、その名前の方がどこにいるかは知りません。ところで、その情報は確かですか？できれば六大学派を選ぶアドバイスをぜひともその方にお聞きしたいのですが。うん、こいつは知らないみたいだな。他の人に聞いてみようぜ。ガルビビダム？いいえ、聞き覚えのない名前ね。あ、もしかして何日か前に新しく来た人かしら。あ、何か知ってるのか？ええ、沈んだ顔でまるで論文に苛まれているかのような様子だったわ。その人が村長に会ってたところを見たわよ。大方部屋を借りてたんでしょう。イマラ村は休暇を過ごすのに最適な場所よ。だから私も結局はここに戻ってきたんだもの。わかった、ありがとな。オイラたち村長に聞いてくるぜ。ええ、もし何か思い悩むことがあったらここで何日か泊まっていくといいわ。なんだ？遠慮なく聞いてくれ。ガルビビダムっていう学者がどこにいるか知らないか？
ガルビビーダム？ああ、あの人か。あ、知ってるのか？ああ、知ってるとも。わしのところで部屋を借りていったよ。確か、気晴らしがしたいと言っておったな。それなのに、部屋にこもったきりほとんど出てこないし、誰とも挨拶しようとしない。気晴らしというより、心を閉ざしていると言った方が。お前さんたちは彼の友人か？はい、そんなところです。ん？また尻尾が揺れてるぞ。もしかして、嘘をついたら尻尾が揺れるのか？そうかそうか、確かにあの状態だと友人に見てもらう必要があるな。彼の部屋は上の方の一番隅にある。行って話をしてくるといい。あ、ありがとな村長。気にするな。わしはただここに来る人たちにはみんな幸せでいてほしいんだ。ここだな。ひとまずノックしてみようぜ。俺がガルビビダムだ。何か用か？ガルビビダム様、私はコマニアのキララと申します。あなた宛てのお荷物をお持ちしました。配達時間が遅れましたが、どうぞお受け取りください。俺への荷物？グラーブ様からあなた宛てに送られたものです。なんだと？グラーブが？だがあいつはもう。ええ、これはご友人から生前お預かりしたものとなります。友人？あいつの病をどうすることもできず、最後の最後にそばにさえいなかったやつがどの面下げて友人などと。そうおっしゃらないでください。ガルビビダム様とグラーブ様が共に考案した七星召喚は今や莫大な人気を誇っています。きっとグラーブ様も喜んでいることでしょう。うえ、この人が七星召喚を考案した人なのか？はあ、どうしてなんだ。どうして悪運はいつも彼のような天才に降りかかる。差し支えなければお話をお聞かせください。言葉にした方が楽になることもあります。
そうだな。もうそろそろ話すべきなのかもしれない。お前たち本当に聞きたいか。いいだろう。まあ大した話じゃないがな。俺とグラーブは幼馴染で、共に学び共に成長した仲なんだ。腕に巻かれた包帯を除けばマリン病にかかってるようには全く見えなかった。いつもポジティブで穏やかで優しいやつだったよ。それから俺たちは一緒に教令院に入り、あいつはメーロン派のダステアにまで成り上がった。ダステア、確かとても位の高い肩書きだったと記憶しています。そうだ、あいつは優秀なやつだったのさ。だがしばらくしないうちにあいつにかかったマリン病が悪化した。しかも深刻な合併症も同時に。それからというもの、あいつはおとなしく病院のベッドで治療を受けるしかなかった。そのせいであいつの研究も廃れちまったんだ。俺は毎日病院へ見舞いに行った。そしたらあいつ、そんなに来なくてもいいなんて言いやがるんだよ。きっと自分のせいであなたの研究まで影響してしまわないか心配していたのでしょう。はあ、だけどそんなこと言われたら余計悔しいじゃねえか。優秀なのはあいつの方だってのに。病院へ見舞いに行ってる間、二人してやることもなかったんで、カードに落書きをするようになったんだ。それが次第に七星召喚になったのさ。ただのゲームじゃない。これを考案した時、元素理論に関する知識も取り入れたんだ。あいつが感知したら一緒に課題を研究しようとしたんだがな。そんなに悲しむなって。七星召喚だってお前たちが一緒に研究した成果じゃないか。それにその成果はすっごく大勢の人々に好かれてるんだぞ。あいつが言っちまってから俺も他の人と七星召喚をやったことがある。だがな、テーブルから顔を上げるといつもあいつの顔が目に浮かぶんだ。まるで花からいなくなってなんかないみたいに。そんなのありえないって分かってるんだがな。うん、分かるぞ。もしいつか旅人と別れることになったら、オイラも実感が湧かないと思う。もしかしたら何にもないとこに向かって独り言を喋ってるかもな。はあ、知人からはもう思い悩んだりしない方がいいって言われた。考案者の一人なんだから七星召喚を楽しむべきだってな。たか俺に言わせれば、グラーブのいない七星召喚に意味なんてない。ガルビビダム様、よろしければご友人が何を送られたのかご確認されてはいかがでしょう。それもそうだな。これは手紙。親愛なる友へ。君はきっとどうして僕がこんな形で手紙を残したか疑問に思うだろう。それはグラブ来たぜ。具合はどうだ。実はよ、昨日また一つアイデアを思いついたんだ。ん、何書いてんだ。ああ、なんでもないよ。そうか、早速一曲やろうぜ。別に毎日来なくてもいいんだ。教令員の仕事も大変だろうし。ったく、何言ってんだ。お前が完治するまで来てやるぜ。それに
教令員の奴らは息苦しいんだよ。さ、お前の番だ。グラブ、大丈夫か？ガルビビダム、君も知ってるだろう。僕のマリン病はもう…もういい、言うな。お前はただ疲れてるだけだ。それは僕がもう余命わずかだという事実を君がまだ受け入れられないからだ。知ってるか？僕たちが考えたこのゲーム、最近病院内で流行ってるらしいぞ。へえ、いいことじゃないか。ああ、特別に道具も作ったんだ。これで近くのプレイヤーを見つけられる。さあ、君にも。これで僕がいなくなっても君は新しい友。もういい。お前はきっと良くなる。こんなものは必要ない。当時君に送った秘伝の箱はきっともうどこか隅っこに置かれているだろうね。だからこの最後のプレゼントを今さら君に送ることを許してほしい。僕たちが出会った頃のことを覚えているかい？マリン病の僕と友達になってくれたのは君だけだった。今度は僕が君に新しい友達を連れてきてあげる番だよ。親友よ、どうかこのような形でこれからも君のそばにいさせてほしい。クラブ、お前ってやつはこんな時まで昔と変わらねえな。私はあまり七星召喚をやったことはありませんが、それが皆さんに多くの喜びをもたらしたことを知っています。ええ、とあるカードプレイヤーの言葉を借りて言えば、これのおかげで人々は出会い、互いを知り、決闘の楽しさを味わうことができたって。そうだぞ、オイラたちも今までにそういう場面をいくつも見てきたんだ。興味があるなら一つ一つ話してやってもいいぜ。そう言ってくれてありがとう。お前の言う通りだな。グラーブよ、お前はこの手紙を残すとき、すでにこうなることを予想していたのか。お前の秘伝の箱をずっと持ってたよ。せっかく俺のために書いてくれたカードなんだ。一度も使わないなんてもったいないな。あいつがここにいたらきっとこう言うだろう。みんな、七星召喚を一曲やってみないか。ガルビビダムも少しは気が楽になったみたいだな。お前と対戦してるとき笑ってたぞ。悲しみから完全に解放されるにはまだ時間がいるかもしれないけど、いいスタートになったと思うわ。うん、これもキララが迷子の荷物を捨てなかったおかげだぜ。なんていうか、あれの処分を依頼された日、なんとなくそうしちゃいけないって感じたんだ。絶対に届けなきゃって思ったの。これが妖怪の直感ってやつか？わからない、ただ単に相手の気持ちが消えちゃうのが嫌だっただけかも。さて、私はそろそろここで失礼するわ。フォンテーヌに帰っちゃうのか？ええ、カード回答も一件落着したし、こんなに価値のあるストーリーを手に入れたんだもの。
原稿を書くだけで何日もかかるでしょうね。あ、そうだ、そういえば二人へのインタビューがまだだったわね。この旅で見てきた多くの物語に対して何か感想はある？うん、今回の一番の収穫は新しい友達がいっぱいできたことだよな。わかったわ、二人の感想はシャルロット独占記事に書いておくね。今度フォンテーヌに来たらぜひともスチームバード新聞を買ってね。じゃあ私もそろそろ稲妻に帰るよ。今回の出来事を社長に報告しなくちゃいけないし。ええ、きっとまた会えるわ。その時機会があったら七星召喚をやりましょう。